広島県初の野菜ソムリエ上級プロ、育った命は余すことなくいただきます、花井彩美さんの登場です。花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、半袖のボーダーが被るってこんなにも恥ずかしいものなんですね、はい、さあ今週のテーマは500円で晩御飯、おすすめ節約料理となっています。今回使う食材はこちらです。はい、これは全部合わせて4人分で合計455円となっています。作るメニューは2品、もやしの混ぜ焼きととろろ昆布のお味噌汁となっています。非常に食べ応えもあるんですよね。そうですね、はい、結構ねボリュームあるんですよね。いろいろアレンジも効きますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてください。さあそれでは早速クッキングスタートです、うん、じゃあまずね、はい、具材を切ってまいりましょうね、はい、まずベーコンですね、はい、ベーコンって、はい、あの塩味もあって、はい、味がね、うん、出るじゃないですか、うん、だから今日は豚肉を使わず、はい、ベーコンをね大体5ミリぐらいでね、5ミリ幅ぐらいだったらいいですね、ね、うん、ちょっとこう旨味が出ますよね、うん、で買い置きというかね結構日持ちもしますでしょ、うん、はい、だからちょっとこう冷蔵庫にあるとねなんかいいですよね、いろんなものにね、はい、5ミリ幅に切っておきます。はい、はい、切りました。でそれからですね青ネギですね、はい、はい、青ネギ切っていきますよ。で青ネギなんですけどこういう風にこうネギ、はい、根っこがついてますでしょ。ここのとこですね。ですよね。ここですね。うん、はい、で普通ここをこう切ってでしょ。はい、と今日ねこれ全部ね使ってしまおうと思います。あそこ食べるんですね。そうそう。あれですよ売ってるものはすべて食べれる。売ってるものはすべて食べれる。うん、花井彩美。うん、食べれないものを売っちゃうと大変じゃないですか。食べられないものは売らない。そうそう。間違って食べちゃってどうかねなってしまったら。うん、で、根っこって非常にこう、はい、こう植物ね、野菜を育てるものですから、うん、力持ってるじゃないですか、エネルギーをね。でそれを食べることによって、あ、なんか根っこ食べてよし、なんか元気になったわと思うじゃないですか。あ、私は今日ネギの根っこを食べたわと。そう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 、はい、だからちょっと今日はね使ってみようと思いますよ。で最近はね、うん、料理人さんもそういうことをなんかこうしてみたくって、はい、わざわざ根っこのあるネギを買っちゃって、それをこう焼いてね出す方もいらっしゃいますから、結構ねこれがね、ここですよね、ここですよ、だから、ね、結構、ね、ちょっと見えない、はいはい、見えますか、ここですね、そうそう、これですね、はい、河村さん食べてなかったでしょ、ここ食べてないです、落としてましたよね、パッて落としてすぐ生ゴミのとこに入れちゃってますでしょう、うん、ゴミにしないでください、はい、ね、ネギがそう言っておりますから、はい、僕をねゴミにしないでって言ってますから、はい、ネギは男の子なんですねそうか、まあ、僕をゴミにしないで、そう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 、僕でも時々はね私をネギにしないでね女の子もいるとそうそう時々はいますんでね、はい、はい、で切りました、はい、であとですね、はい、長芋使います、はい、こちらですね、はい、長芋はもうねすっておりますね、はいはい、長芋は 60g をすりおろしておきました、はいはい、で今日の主役、はい、もやしなんですけど、はい、もやしこれもすでに洗ってるんですけど、うん、洗われる時にはねしっかりたっぷりの水で洗っちゃって、はい、しばらくねその流水でね、まあ、4分ぐらい、うん、浸しておくと、はい、匂いがね、うん、消えます。水にさらしておくと。そうです、4分、4分、まあ、3、4分ですね、3、4分、はい、うん、でそうするとパリッとして、うん、匂いもなくなりますね、はい、はい、で生地を作ります。まずボウルに小麦粉ですね、はい、100g の小麦粉です。で先ほどの長芋ですね、はい、すりおろしておいた長芋、ね、はい、6ですね、はい、で卵を1個ですね、はい、で今日ね1個なんですけど、はい、お金があったらね、はい、2個にしてくださいね。ね、2個でもいいです。2個いけたんじゃないですか？今日455円でしょ？うん、でもギリギリをね、挑戦しました。はい、お金がある方は卵2個の方が美味しいと、ね、はい。で塩コショウですね。小さじ大体これぐらいかな。はい。はい、塩コショウですね。これ塩コショウそれぞれ小さじ2分の1になってますが、うん、塩とコショウ合わせて小さじ2分の1ですね。はい。はい、まあ、この辺りはねもうお好みでねちょっとこう、はい、胡椒引かせたなと思ったら多めでも構わないですね、うん、でこれまずこう混ぜますでしょ、はい、でここにですね、うん、具を入れておきましょうか。水入れませんか。あ、そうかそうか、水、水が2分の1カップですね、はい、はい、全部入れていいですか。いいですよ、はい、はい、で入れましょうね、はい、これはだから、うん、お好み焼きみたいな、いわゆる
あの関西風のお好み焼き、混ぜ焼きね、混ぜ焼きですね、はい、はい、でこのね、生地さえ覚えておかれたら、うん、もう今日もやしとかですけど、家にあるもんね、いろんなもの、例えばニラとか、で、あの玉ねぎなんかもね、結構いいんですよ、何入れても OK、 で、 OK ですね、はい、で、どんどん入れましょうね、もやしきましょう、はい、今日はもう節約食材の代表、もやしですね。でももやしって栄養ありますもんね、バカにしちゃいけません、もやしをバカにしちゃダメ、はい、で、はい、ベーコンですね、はい、いきましょう、はい、でそれにですね、はい、さっきの青ネギですね、はい、青ネギいきましょう、ネギたっぷりね、はい、ネギはお味噌汁にこの後入れるんで、はい、ちょっとだけ別に残しておいてくださいね、そうですね、はい、はい、で、あの鰹節 の、 あの要はパックものですね、はい、これ 2パック、これちょっとあの小袋になってるですね、はい、でこれ混ぜますね、はい、でこうやって混ぜるんですけど、うん、なんかやけに水分が少ないじゃないかと、はい、大丈夫かと、混ぜにくそうですよ、うん、大丈夫かと、はい、ご心配の方もね多いと思いますよ、ね、ところがもやしに水分がありますから、はい、これを焼くとね、もやしから水分出るので、はい、ここでね、いやなんかちょっと水分足らんと思って足しちゃうと、うん、今度は水っぽくなります、うんうん、ね、だからちゃんと花井さんそのもやしから出る水分も計算してのこの生地の分量なんですね、そうだから信頼してくださいね、はい、花井あやみを信じてください、そうそう、なかなかね信用してもらえませんけどそうなんですかいつも美味しいものをちゃんと作ってくださるなって僕は信じてます、そうですか、はい、それじゃなんか僕はもう多いですけどね花井さん宛に、はい、メールが届いてます、はい、いいですか読んで、はい、どうぞ、はい、南区のおばさんからです、はい、花井さんとっても面白いというか親近感が湧きます、あやみちゃんと呼んでいます食べられないものは食べられないものは売ってない、確かにそうですよねそうですね、その通りです、はい、あやみちゃんと呼んでください、あやみちゃんと、はい、よし行きました、はいはい、ではねこちらの方にすでに油を熱したフライパンがありますので、はい、こちらの方に入れていきますね、はい、どうします、箸使います、箸の方がいいですね、はい、でこれ4人分なんですよ、はい、であのこれ4枚、まあ、今日はねちょっと2枚焼きましょうね、はい、でこういう風にね材料で今日は4枚の材料ですが、はい、でね、なんかちっちゃっと思われるかもしれませんけど、はい、結構これねあの長芋入ってるでしょ、だからね食べ応えあるんですよ、だから2枚はちょっとねいけないと思うんですよ、結構じゃあ見た目以上にお腹にたまる、そう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 、で、うん、いや足らないと思われたらねご飯を、ね、うん、あの足してもらえたら、はい、ちゃんと一食分になりますんで、おかずにもなるということですね、あそうですそうです、うんうん、ご心配なくってことですね、もう少しいきましょうか、もう少しいきますね、はいはい OK ですね、はい、はい、じゃあこちらの方で、はい、で焼いていくんですけど、まず、まあ、中火ちょっと弱いぐらいにされて蓋をします、はい、で蒸し焼きします、うん、でこれでね約3分ですね、で片面がカリッとしたものが、はい、こちらにね差し替えますよ、はい、今3分経ちました、これ3分蓋をして3分焼きました、はい、はい、こちらですね開けます、で、まあ、程よくね、はい、片面にね開けます、はい、熱いですよ、はいはいはい、でこちらをですね返しましょう、ひっくり返します、はい、返しましょう、はい、あ、いい感じですね、あ、いい色ですね、いい感じですね、うん、で今度返したら今度これを蓋をしないで水分飛ばしながらさらに3分焼きます、ほう、今度は蓋しない、え、そうです、うん、これね、あの縮みも同じ、ほう、うん、縮みの場合はこれにちょっとこう油をまた足しますけど、でこうするとねカリッといきますんでね、うん、で結構ほらねちっちゃいでもボリュームあるでしょ、そうですね、はいはい、でこちら3分いきます、はい、でその間にですね今日のもう一品、もう一品、うん、とろろ昆布のお味噌汁簡単味噌汁、はい、やりましょうね、はいはい、いいですか、あ、失礼しました、はい、はい、で今こちらねあのかつおだし、はい、張ってますね、うん、だし 6カップですね、はい、はい、でこちらの方にお味噌を溶き入れますね、はい、はい、私は、はい、手が2本でしょ、だから、はい、あ、こうすればいいね、だいたいね、お味噌って1人分がね、ビー玉1個、1人分ビー玉1個、うん、ちょっとこれ多いかな、まあいいか、どうします、あ、入れちゃった入れちゃった入れちゃった、まあ、ちょっと濃いめですけどいいかな、なぜ止められなかったんですか、はい、あ、いきますね、でね、味噌汁っていいでしょ、今日はね、これにとろろ昆布なんですよ、うん、シンプルにね、うん、お金がないから今皆さんご覧になってるのは、具のない味噌汁です、そうです
でね、これにね、冷蔵庫にの余り野菜、もう玉ねぎでも大根でも人参でも何でもいいじゃないですか。でバランスのいい一食になるわけですよ。はい、はい、でこちらの方ですね、ね、もうこれかね、この具のない味噌汁が完成しました。はい、でもこれだけでもね、需要があるでしょ、うん、あのカツオだしに、それ本当に具のない味噌汁になりますね。トロロ昆布で今日はトロロ昆布、今予想としましたよね。はい、しました。はい、トロロ昆布を入れますね。はい、結構皆さんね、これお湯でされるでしょ。そうそう、お湯のイメージありました。お醤油で、はい、これお味噌なんですよ。これお味噌汁にも合うんですよね。これがね、さらにね、このとろろ昆布が出汁をね、出してくれるんで、ええ、これ最高にね、シンプルだけど美味しい一杯になりますよ。はい、だから決してね、うん、あの貧しい、うん、あの一杯じゃないで、ないでしょ。はい、味噌が溶けてないんじゃないですか。それね、有馬さんに言わなきゃわからない。浮いてましたよ。あ、本当。だって自分でも入れすぎたって言ってたじゃない。そうそうそう、はい、でこれにちょっと先ほどね、青ネギですね、ちょっとこう乗っけて、これでもね、本当に立派なお味噌汁ですよ。はいはい、はい、こちらでとろろ昆布のお味噌汁が完成しました。はい、忙しい朝とかにもいいですね。いいですね、うん、はい、でこれはこっち どうかな、こっちどうぞ。はい、はい、ですね、はい、それでですね、こちらがぼちぼち焼けましたかね。変えましょうか。はいはい、はい、でぼちぼち焼けました。はい、はい、で盛り付けましょう。はいはい、はい、でこちらね、はい、いつものようにね、ソースでね、ちょっとね、あのあっさりしてるので、はい、あの今日マヨネーズを、はい、混ぜてみようと思います。これはお好みですからね。お好みですね。はいはい、でこれ混ぜますね。今日ね、もやしだけなので、これキャベツなんかであるとまたちょっと味が違うんですけどね。はい、なのでお好みでソースだけでもいいし、マヨネーズ別に添えてもいいし、そうですそうです、はい、今日は羽根さんのお好みは一緒に混ぜた方がいい、ですね、うん、はい、いきましょう。はい、はい、じゃあ塗りましょう。はい、で塗りましょうね。はい、はい、でこれ簡単でしょ。簡単です ね、 ね、お子さんでもあのできるので混ぜ焼きね、うん、だからいろいろこう具を変えて試されたらね、いいと思いますよ。はいはい、はい、はい、でそれにですね、仕上げに、はい、定番の青のりをね、振ると、はい、できました。はい、はい、こちらでもやしの混ぜ焼きととろろ昆布のお味噌汁完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日は4人分で455円でした。もやしの混ぜ焼きは長芋を入れてふんわりした生地に仕上げます。お好みのものをね、いろいろ入れても大丈夫です。焼くとき、初めは蓋をして蒸し焼きにしますが、裏返したら今度は水分を飛ばすように蓋を外して香ばしく焼き上げます。見た目以上にボリュームがありますよ。そして味噌汁は、とっても簡単でした。とろろ昆布に味噌汁を注ぐことで旨味が増して美味しく簡単にできます。忙しい朝にもぴったりです。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、それではどうぞ川村さん、お召し上がりください。いただきます。まずじゃあいいですか、お味噌汁から。はい、いただきます。問題は味噌の量ですね。でもすごく美味しいです。僕好きでした。もう濃くないですよ。濃くないですか。うん、美味しいです。よかった。でもとろろ昆布が入ってるから本当に旨味、出汁みたいになってて、そうそうそう、旨味が増しますね。ね、はい、じゃあ続いてもやしの混ぜ焼き、はい、はい、ちょっと本当にお好み焼きみたい。もうね、関西風のね、混ぜ焼きですから、はい、待ってくださいね、しっかりもやしが入ってるから。いただきます。はい、あ、もちもち、うん、これだから生地がね、花井さんの自信作なんですよね。やっぱり山芋が入ることによってね、いいですよね。はい、もやしのシャキシャキ食感もすごく美味しいです。はい、うん、なのでもう冷蔵庫にある野菜をいろいろ入れてね、作ってみてくださいね。はい、さあ、来週はですね、音も美味しい食感最高レシピというテーマで、月曜日はイタリアンの北村さんにエビとアボカドのブルスケッタを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。